首を伸ばせちまう。ナイス、ナイス、よろしくお願いします。不調やなこのチーム。動画裏だったらお前ら返しも。すべてはここから始まった。いざ予感モリーレンタル1 やっぱ出てきたよ前回2使ったら1を使わんわけにいかんざき、いきますというわけでですね、前回モリーレンタル2を使ったわけじゃないですか。まあ、前回って続き通りなんですけど言っちゃうけどね。はい、というわけでね、まあ、動画のリメイク、ずっと昔のやつですか。はい、モリーレンタルのリメイクとしてね、今回いよいよね1を使っていきたいと思います。1のね、まあ、2と大きな点が違うとしたら、主人公を入れることができないんですよね、こいつだって。まあ、1のモリーレンタル、ね、1で何もカードを持っていない時に出てくる6体、まあ、ポンと出しておきます。いずれか6体のうち3体を魔物使いで組んだ時のみ発動するというね、まあ、相性なんですけど、まあ、1のモンスターでこうやって組むとね、なんかね、懐かしい気分になってくるドラキーとかもさ、ドラ、あのね、2はスライムなんだよ、出てくんのって。押したら1番目に出てくんの。ドラキーが、そのね、1の頃、ボタンレンタルで押すと、一番先に出てくんの、こいつドラキーなの。これ知ってる人少ないんだよね。だから、スライムよりドラキーが選ばれた瞬間だよね。ドラキー愛着あんのよ、個人的に。個人的にめちゃくちゃ愛着あんのがドラキーです。はい。その名残でグレートダーキーもなかなか愛着あるんですけどね。行きましょう！剣の前で行け！頑張れ！1の意地を見せれるか。ね。で、懸念点があって、2に比べて、そのモンスターに HP が高いやつが少ないんですよ。炎の戦士とか600ぐらいあるんですけど、ここの森レベル1でね、なんか HP 高いやつってね、さまようぐらいしかいないというか。どうしてもなんかね、耐久力に欠けますよ。だって HP2200 ですよ。いや、なんとも言えないのがさっきも経験してるんですけど、この勇気が溜まってくんのは、バトルローラーとあまり意味がないことに今気づかされてます。なんだったら大魔王召喚でもあまり意味がないことに気づかされました、さっき。ゾウまでも、心臓までも溜まっててくれたらなーって思っちゃうよね、正直。大魔王召喚した時に。それぐらいあってもいいのにね。だからこの使用上、デギラゴンか。この使用上、大会モードとかあるじゃないですか。大会モードとかの対人戦では、まあ、一戦一戦別として預かれるんで、モリーレンタルチームっていけると思うんですよ。まあ、ただしですよ。このチームは無理です。耐久力なさすぎ。2200しかない。2200しかない。モンスターはカットミックス、スペックは高いやつ多いんだけどね。まあ、モリレンでね、組むのは難しいんだろうな。モリレン2とかよく考えたら相性、めっちゃ良いな、あいつ。なんか、モリレン2って、ミニモンチームとか、人型チームとか、すげえ組みやすいんですよ。ただ、こっちはね、なんかね、人型チームで組む1足りないっていう、なんか、何するにしても1足りないですよ。草原森で組むにしても1足りない。人型で組むにしても1足りない。組めたとしてミニモンチームです。はい。そういうレベルなんで、まあ、1はどっちかというと調整がかなりね、丁寧にされてるっていうべきなんですかね。あと、ちなみに言っときますけど、そうなっちゃった。ピエールさあ、行ってこい。ロニジョお前が1の英雄よ。レンタルの英雄よ。この3体ともお世話になったわ、森連で。おあれちょっと待って、そんな、揺れてますけど、多分、サクサク読めますよ。姫はどこだじゃないんだよ。姫はどこだじゃないの。右下見てくれ、レオコーン。というわけで、さようなら。上から剣が降ってきた。レオコーンよ、何をしに来た。レオコーン、ちょっとあまりにもこの動画の扱いがかわいそうなんだよな。なんで魔王戦出てきちゃうんだよ、お前。共に行こうか。あんまりさっき悲しいやられ方だったからね。共に行こうよ、レオコーン。行くぞーって。さあ、仲間として参戦。黒騎士レオコーン、二人プレイでもあります。もう、その場のノリで決めただろ、この企画。
そしてやってきたのはゾーマ城。またか。前回さ、モリレン2チームがさ、果敢にも3匹で挑んでね、あの、シンゾーマにね、あの、ボコボコにされたわけなんですけど、やってきたのはゾーマの城。ね、2はね、無謀にも3体で挑んで負けてしまったわけですよ。ならばですよ、1とね、2の最終期の合体モンスターが表さりやりましょうか。1のモリレンタンチームと、2の最後に出た合体モンスターが合わさるときね、奇跡が起こるとね、伝承に書いてありました。どこの伝承にも書いてないと思いますけどね。はい、というわけでね、二人プレイでやっていきたいと思います。どうなんだ？打点がこっちは増えたわけじゃないですか、単純に。ただ、向こうはその分、呪文を2回打ってくるわけですよね。なんで、耐久が今何 ?5000 くらいだよね。5000で足りるかな？ゾーマ強いからね。だから死者の海越えとかはさ、それプラス来るわけだからね。死者の、よいしょ！いいなぁ！レオコいいよ、ライメシップ人。だいぶ出るよ。400。480って強くない？やばい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 。すごいすごい。めっちゃ頼もしいぞ、こいつ。やばい、クルキシルコめっちゃ頼もしい。やばいやばいやばい、重宝するよ。いけいけい！続けみんな。なんだったら削り切りだってね、ゾーマ狙える部類には入ってきますからね。おいたラッキー。これはラッキーだね。ジゴスパークのタコを外していく。2ターン目にマジバー安定でしょうね。とりあえず、耐久は確保したいんで。ゾーマって意外とね、2人プレイであれば、光の玉なしでもなんとかなるんですよね。それぐらい、まあ、削りやすい相手にはなりますんで、ただその分向こうの火力はえげつないけどね。ほら、うわぁマジバしましょうか。削りやすい相手にはなるんで、まあ、光の玉使わなくても2人プレイは結構ね、討伐しやすい部類に入ります。まあ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 、その前にね、みんな、ね、倒れていくわけです。その前にボコボコにされるわけなんですけどね、呪文でこうやって、さっきのがいっぱい飛んでくるから。ここはマジバーをすることで一旦絶対に食らわないっていう状況にできます。もう森蓮の勇気上昇も何かして生きてきそうな気がするけどな。にしても、この3体がレオコーンを引き連れてきたら逆だと思うんだよな。レオコーンがこの3体引き連れてきたの間違いじゃないの。なんでこの森蓮3体がレオコーンを引き連れてんだ。部下の質は違いすぎない。もう完全に助っ人なんだよな。打点は大丈夫そうです。とどめ圏内はね、かなり簡単に持っていけると思います。何貯めてんねんと。何貯めてんだと。まあ、次貯めた後ね、絶対呪文になりますんで大丈夫です。どうしようかな、3ターン目。3ターン目もマジバー、張り良くなとこはあるんだよな、正直。打点はこうして稼げてるわけだから、マジバー張り毒かもしんない。光の玉は無理に使う必要はなさそうだな。まあ、ヘッドとかやばいもんね。レオコーンとかね。まあ、打点はね、こいつじゃ、こっちのチームって、ほぼほぼ純粋に物理しかないんですよね。まあ、属性が、素振りの練習してるね。まあ、さっき言った通り、純粋な物理ばっかなんですよ。森連ツールときは、例えばギラとか、ね、灼熱呪文ギラやね、冷たい液、ミラクルフラッシュとかね、属性攻撃が揃ってたわけなんですけど、ある程度。こっちはね、属性メラと落雷と超バグるしかないんじゃないかな。ワンちょっと不遇っすよ。ワンちょっと不遇だと思います、正直僕は。正直、どう見ても波に出遅れてるわ。正直、主人公と組んでもね、別にバチ当たらんだと思うよ、この強さなら。まあ、それでも、さまよう鎧とかね、スライムナイトとかね、強いけど。それでも、バチ当たんなかったのよ。シールド構造があんなに強いでも。いや、好きじゃないんだ、すまない、小杉。行くぜ、レオコン、当てろよ！オッケーオッケー！あー、よいしょ！いいねー。ただ、勇気たまんねえな、やっぱ合体モンスター使ってると。あー、ここは、マジックバリア防げないね。最下位撃ってきちゃったね。誰に行く？レオコン！大丈夫か、レオコン！それ。あー、レオコンが必死するで、避けないな、コロコロ不思議。やっぱそうなったか。やっぱ初戦ね、助っ人レベルですよ。初戦助っ人レベルの黒口良子。ここで麻痺するか、お前。よりによって麻痺するか、鬼コンボじゃねえんだけどさ。鬼コンボじゃねえんだから麻痺するはなしだろう。うまくいけばね、4ターン目で溜めれたんだけどね。このターン溜まんねえな、これじゃ。溜めるあー、溜めるか。次、マヒャドの可能性あるね。イテハの可能性もあるけど。いやー、どうなんだろう。ちょっとワンチャンやばいよ。何してんだ、おめえ。レオコン情けないぞ、お前。お前ら、
森連ワンの部下なのも名付けますわ。よいしょ。伊達か大丈夫そうだね。なんだったら削り切りいける。なんだったら削り壊していいよ。普通に。打撃弱点だからね。削りやすい削りやすい。大丈夫大丈夫。いいよ。いい感じだよ。なんだったら次のターン、本当に削り切りになっちゃうかもしんない。あー、ラッキー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 。溜めるからいいですか？めっちゃラッキー。もう削り切り行きましょう。さすがに、あ、次のターンね、あの、呪文2回連続で飛ぶってことは絶対にありえませんので、はい。耐久は足ります。なので、このターンに削り切りまたは勇気の勝ち狙って終わりですかね。ピエール、ナイス！来たよ！遅かったじゃねえか。ここでピエールが現れるってわけよ。さあ、ドラキー！次やん！おお！まあ、ここで死ぬことはねえだろ。また溜めとる。やたら過剰に溜めますね、あなた。ちょっと溜めてますね、ちょっと過剰に。過剰に力溜めとんな、ゾーマ。まあ、なんだったらここのターンで、レオコーンとサマヨロへの攻撃でね、もう倒れる可能性は十分ある。で、あと、もうイテスカードないんで、このターン。どうあれ相手も勝ちです。とどめて勝ちですもん、だって。溜めるから最高キャノン。うん。レオコーンが麻痺したとしても大丈夫です。はい。誰食らうの？またレオコーンかよ。またお前麻痺してんのかよ。情けないんだけど、ちょっと。レオコーン、レオコーンお前、情けないぞ、お前。なぜか3人の医者は同時攻撃放つやつ。ゾーマに何の恨みがあるのか。前回のテイクからやたらゾーマに恨みのある、この軍団でございますが。さあ、白身は別にいいんですよ。それは2打で突破してます。はい。本題はここからです。二人プレイの OK 感じて、赤目吹っ飛ばしてやれ。2の森連たちが破れた恨みを晴らしに、いざ来ました。あ、でも言っときますね。光の弾は使います。いや、あんだけ言っといて申し訳ないんですけど、正直、レオコーンの関係上、今度は削るのがかなり難しい方なんで、はい。使わせてもらいますね。ただ、それを使って7000まで削ったところで、まずね、これ7000まで削れるってすごいんだよね。2人プレイでね、7000まで削る。7000の魔王って結構少ないんだよね、2人プレイで。なんで、かなりね、まあ、ここで打撃が通って、削り切りをね、狙えるラインに入ってきます。で、1ターン目、風回します。まあ、技の関係上、風のマウントをね、するのが結構塩梅にはなってくるんで、ただし、最悪のパターンを引くと1回も過ぎません。まあそれも差し引いても予備声回避がでかいんだよな。予備声回避したいからね。さあどっち来る？はい、さようなら、サイコキャノン。まずね、ここでね、タコを外していくというわけですよ。頼むぜ、レオコーン。もうやめろよ。レオコーン。ああ、よかった。今回はレオコーン大丈夫だったね。自覚あったね。噛みつき。よいしょ。しっかり当てて。頼むぜ。打点は足りてると思うし、さっき削り切りもほとんど狙えとったから、打点は、ね、財布削り切りもあり。あーあああ、ひでえな、お前。お前、ライコ好き好きだな。当てたわ、よくあるし。でもあんま効かんぞ。正直、それ。よし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 、風のマントここでね、行かせました。よかったよかった。マヘドラだったら本当にやばかったね。オッケーオッケーオッケー。ここはね、もう食らわないんで大丈夫です。いっお前たちは一体何なんだ？風のマントをした時に限ってさ、そうやってピロ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 って受けます。2なんて、もらえひどかったぞ。1ピロリもしてねえぞ。2なんてほとんどピロってないからね。あいつらどうなってんだよって思ったもん。さあ、動画による緊張補正というんですか？ね。動画による緊張補正でね、ちょっと会心とか回避がね、あまり出ていない状況でございますが、ちょっとね、張り切ってもらいたいところですね。ちょっとピエールもっともっと出るでしょう。会心どんどん出していこう。叩き込んでいけ、ダメ、打点を。このターンね、最悪のパターンでまた死者の呼び声来る可能性なんだよな。言ったら来たよ。さっきのピロリ。わかるよ。さっきのピロリ見せてくれ。あー、レオコン。あー、レオコン。おお。レオコン600ぐらいで済むんだね。やっぱさすがに硬いね、レオコンね。レオコン結構耐久恵まれてるからね。あ、お前は無理。あ、901。まあまあ、止まってないなら大丈夫だ。行くぜ、雷鳴疾風陣。行くぜ。こっちの方が、出るだろ。あー、やばい、レオコーンの力が。レオコーンがちょっと生きないね。ちょっと頑張って。雷鳴疾風陣。
えい、よいしょ。とどめ圏内はいけるんだけど、これどうなんだろうな。噛みつき、どうだろう、打点的にちょっと厳しくなってないか。いてはらき、これね、多分だけど削り切った方がいいわ。レオコーンが稲妻ライコーすぎたのなんだろうしてるし、打点モンスター勇気たまりづらいこともあって削り切った方がいいかも、何かしらで。よいしょ、いやー会心立てないとダメだな。でもそうするとちょっとレオコーンたち頑張って、いくぜ雷鳴疾風陣。はい、よいしょ、威力高いね。軽減されてるとはいえね、ここまで出るならまあそこそこ出てる方なんだよな。軽減されて300ならね、どっかの折り込みも300も出ませんからね頑張って頑張って、よいしょ、すげえ来た。ここで杉谷が現れるってわけですよ。魔界の効果か。これどうなんだろう、このターン、うん、耐えることはできる。次のターンがやばいな。でも次のターンまで伸ばせないかも。うわー、めっちゃ食らう。ちょっと待ってくれ、大丈夫か。え、次のターン破滅、大丈夫か。いやー削り切った方がいいなこれで。天使、いや、いや天使はね握手だと思うよ。天使はだって次のターン、うん、ゾーマは必ず凍てつく波動なんですよ。1回凍てつく波動使います。今度こそ2の時は焦ってたけど、今度こそグランドレベルの出番というわけですよ。行くぜ、宇宙の輝き爆発グランドレベル、イエーイ。削ってきた方がいい。早いだろお前ら、お前ら素早さ余裕あるだろ、お前ら素早さ余裕ある。大丈夫大丈夫大丈夫、え、早くね。おお、そうだよ、凍てつく波動が1回入るから絶対。これでもマヒャドもしかして死ぬか。マヒャドやばいな。はいはいはい、走って走って、走れるでしょ、杉谷たち。行け行け行け、走って、誰か走って。レオコン、レオコン、レオコンは、よ、来た。雷鳴疾風陣、さあ、クレツ、いけ、レオコン、やっ、やっしゃー、入った最後に決めんのはイケメンレオコンってわけですね。やっぱ二人プレイの大魔王って、難易度低いんだな。